ルへようこそお越しくださいました。新党日本代表参議院議員の私田中康雄です。いずれにいたしましてもこの自己米と呼ばれるもの、本当にですねこれは私ははっきり言って農林水産省の、不作為の作為なのではないか、未出の故意なのではないかというふうに思ってます。多くの報道機関が報じているように、例えばこのミカサフーズというとんでもない会社、とんでも会社はですね大阪に本社がありますが、九州でこうした自己米のですねとんでもない不正を行ってた。ところがですねこれは九州農政局というところが管轄です。報じられている中では近畿農政局はですね奈良県で全く別の業者がこうした自己米を工業用のりに使うんだという時にきちんとですね職員が赴いて立ち会ってきちんと工業用に使うということを確認をしてですね許可をしているということを行っているんですから、九州農政局はそういうことを行っていないということであります。まあ、こういうふうに申し上げるとですね、東京の霞が関にある農林水産省のですねキャリア官僚、あるいはですね農林水産大臣はですね、いやじゃあ九州農政局だけちょっとトカゲの尻尾切りしとこうかって話になるわけですけど、これでは抜本的解決ではないということを前回も申し上げました。まさに原産地呼称管理制度の早期導入、あるいはですね産業廃棄物に見られるですねきちんとした履歴が表示されるマニフェスト表のですね、導入、こうしたことが問われているわけであります。と同時に、今日も会見をですね農林水産省の記者クラブ、そして野党クラブの方で行わせていただきましたけれども、まだ公表されてない業者、こうしたものを取り入れたですね醸造業者であったり、あるいは製菓業者というものの公表に関してどう思いますかってお話がありました。皆さん考えてみてください。このとりわけですね、おせんべいを作ってるようなところとか、こういう人たちも被害者なわけですね。だったならばまさに縦割り行政を超えて経済産業省が使っている制度資金の融資制度、こうしたものをきちんとこうしたところに導入してですね倒産に追い込まれるなどということだって、全部商品を回収しなくちゃいけないわけですから、ミカサフーズが回収してくれるわけではありません。ミカサフーズに損害賠償をするったって、その時ミカサフーズがあるかどうか分かりません。ですから本日東京地方検察庁へ私赴いたわけでございますけれども、逆に言えばその間にですねこうした、おせんべい会社やですね焼酎会社の人たちがですね経営が傾いてしまうかもしれないんですから、こうしたことをきちんと制度資金融資の問題をはじめとすることをですねきちんと地方自治体と農林水産省経済産業省あたりが連携をして行った上で、これは消費者の観点に立って、業者を公表するというならばあれですけれども、公表することだけに先に進んでしまったんで、北総エンデル農林水産省とミカサフーズがあるということなわけでございますね。でありますからしてですね、こうした点をきちんとですね行う必要があるんじゃないかということです。まあそれにいたしましてもですね、町村信孝官房長官というのはですね相変わらず一昨日だか明後日の発言をしているというふうに言われてましたけども、9月9日の日の会見ではこういうこと言ってるんですね。ご存知ですか、残留農薬の濃度は基準値を超えてはいるが比較的低い水準であった。こんなのは弁明にもなりません。じゃあなんでそういう基準を設けてたんですか国はという話になります。あるいは抜き打ち検査をするとか販売の仕方の改善とかって言ってますけど、これでは固定先の付け焼き場に過ぎません。そして消費者庁を作るなどというのは今も福田康夫内閣は過労死で存続しているわけですから、この中で消費者安全情報総括管制度というのを新設をすると言ってるんですけど、これは今田プラ制度を新設されておりません。そしてですね食品危害情報総括管制度ってのはこれは一応できたんだそうでございますけども、これの初会合がようやっとですねもう8月の末から大きな問題になっていたのに9月の10日になって初会合をするなどと言ってるんですから、これは予算委員会で私も1月に福田康夫首相に対してですね輸血の血液のですねこの中での二次感染 HIV になったり肝炎になるということを不活化処理というものをきちんと入れるべきではないのか、でこのことに関してですね、まあ、早急に国は委員会を作って試験導入をすることになりましたけど、この時にまさに命の問題、食の安心安全あるいは人間の安心安全というのは1分1秒の問題だということを言ったわけでございます。ところがこのなんと官房長官町村信孝さんはこんなことを昨日も言ってるんですよ。いやこの中の焼酎メーカーの焼酎を私は飲んだ記憶があるので、どういう異変が私に起きるのか個人的な心配がないわけではないが、飲み終わってだいぶ時間が経ってるから多分平気なのかな。
ほとんどこういうですね、七転八倒したり右往左往している消費者や業者の人たちを顧みない、本当にエリート州丸出しのですね発言をしている、これはもう問題発言どころかですね、人々をですね本当に行政の不作為によってですね死に追いやるようなですね殺人罪も本来適用を考えてもいいんじゃないかくらいな、とんでもないお話でございます。そして先ほど来申し上げているように事務所費の問題に関しても未だに説明しないで居直ってるですね、太田誠一農林水産大臣もですね、他と自己米国の販売業者に対する一斉点検を実施する、お前らはおかっぴきかって話でございまして、再発防止のための監視体制を強化するって、二度と発生しないように再発防止を徹底することが大事ってんですけど、再発がしないようにするためには口を酸っぱくして申し上げておりますけれども、産業廃棄物のマニフェスト制度のような形、あるいは長野県原産地呼称管理制度のような形というものをきちんと導入しなくてはいけないということです。新党日本はおかしいことはおかしいというだけでなくて、おかしいことは皆さんと一緒に変えていこうということでですね、脱しがらみ脱慣れ合いで、今回のですね東京地方検察庁へと赴くという形になったわけです。ぜひ皆さんの中にもですね、私が申し上げたような具体的な制度を変えるための2点、これ以外にもですね、さらにこういうですね方法があるのではないかということがあれば、ぜひこのビデオをご覧の方、ホームページをご覧の方ですね、私の方の E メールまでご連絡をいただき、そして皆さんと一緒にですねおかしいことは一緒に変えていく、そして相変わらずな季節外れの夏祭りのですね、なんだか出来レースの状況をやっているようなですね政府与党というものは、多くの人が一人でも多く投票所に足を向けてですね選挙に行こうぜチーム日本が従来から申し上げてきたことによってですね、日本を一緒に変革しなくてはいけません。